はい、こんにちは。今回なんですけれども、そろそろね5月のイベントが始まるのと同時に4月のイベントが終わってしまうので、イベントのね締めの動画だったり、あとは5月から登場する新しいビッグフラワーについて紹介していきます。その前にこれ見させてください。はい、これ紫ピクミンの橋ピクミンですね。新規登場したゲートブリッジのものです。この前ね、てか前回出した動画の橋です。はい、紫の橋ピクミンのプレートこんな感じでございます。いいね。やっぱ金ピカなのがいいっすよね。で、今回ね、その、ウサギのイベントと、あとスプリングシールのイベントが開催されてるんだけど、もうね、僕個人的にはね、スプリングシールね、手に入りすぎて、もうわけわかんないことになってます。いくつあんのこれ。待って、もう数えるのも嫌になるレベル。20はあるんじゃないこれ、多分。で、このスプリングシールなんですけど、入手方法が限られてて、まあね、ウィークリーチャレンジをやったりとか、あとはね、巨大なキノコ入ったりとか、ね、すればね、手に入るんだけど、結局ね、その、フレンドの多さで入手量がね、変わってくるんですよ、このアイテムって。このピクミンか。スプリングシールって。どうしてもね、その、入手量がね、僕の場合だと、こんなにね、多いのは、フレンドが多いおかげなんですよね。本当にウィークリーチャレンジを何回でも回せる、1日で1回ウィークリーチャレンジを回せるレベルだから、これこんなことになっちゃってね。いやでもさすがにこんだけあったらコンプできるだろうということで、今回まあ一応これ全部引っこ抜いて、まあコンプできなかったらちょっとね課金をしていくことになるのかなと思います。で、問題はねウサギの方なんですよ。ウサギの方ちょっと見てもらったらわかると思います。はい、ウサギ全然いません。ウサギね、今植えた2匹と、はい、あとこれキープしてるこれですね。これもウサギなんですけど、これ、ちょっと今、苗の数が上限達してるから受け取れなくて、あれを引っこ抜いたらこれも1個受け取ります。で、ウサギはね、まだ紫だけ出てないんですよね。だから紫なんとか出したいところであるんだけど、ただね、今回その、初めて僕こんなことが起きました。イベントチャレンジをまあ今8まで進めて、あ、9か、9まで進めてて、この、ピクミンを引き換えることのできるボーナスというものがあります。これ。これですね。これどんなボーナスかというと、プレミアムパスを買っていたら、好きなピクミンを1匹もらうことができる。ステージ4、8、12、16みたいな4の倍数のステージが来るたんびに好きなピクミンをもらえるというね、まあ、アイテムなんだけれども、僕ステージ8まで今回プレミアムパスをね、買ってません。未だに買ってないから、それ何が起きたかというと、このプレミアムパスね、まあ、早く買えばね、ね、この、イースターチョコがね、おまけでついてきたりと、特典はあるんですよ。あるんだけど、逆に買わなかったら買わなかったで、それはそれでね、美味しいんですよね。っていうのも、このステージ8以降までプレミアムパスを買うのを我慢したら、そのピクミンをね、引き換える権利を2回使うことができるんですよ。早めに購入した時とは違って、ピクミンの手持ちがある程度揃ってきた段階で2回交換することができるのがとても大きいです。これプレミアムパスね、最初に買ってしまうとするじゃないですか。一番最初に買ってステージ4でまず引き換えができます。で、ステージ4で引き換えても正直ね、被るんですよ、引き換えたピクミンが。まだね、そんなに図鑑が埋まってない状態、3つとか4つしか図鑑がね、埋まってないような状態だから、ステージ4の段階でこのプレミアムパスの特典を引き換えてもあんまり意味がありません。だからね、このプレミアムパスのね、恩恵をね、最大限活かしたかったら、これ、ステージ8までね、買わないのも全然ありなんですよ。最悪、ステージ8まで進めて、図鑑の空きが2つ空いていたとしても、このパスでね、そのピクミンをね、2匹引き換えることができるから、もうその段階で絶対にコンプリートできます。だから、イベントチャレンジで手に入るピクミンに関しては、そのイベントチャレンジで手に入るピクミンをコンプリートしたい方だったら、ステージ8が来るまで、このパスを買わないというのも全然ありだと思います。まあ、早く買うことでね、得点もつくんだけれども、このパスのね、効果を最大限活かしたかったら、ステージ8以降に購入するというのも全然ありということを覚えておいてください。はい、お話はこの辺にしといてね、早速こちら引っこ抜いていきます。はい。マジか、やべえ。やばいっす、これ。やばい。マジか、こうなっちゃう。青ピクミンはもちろん持ってます。やばいなぁ。ストックがあと1個しかない。ちょっと待って。この後ろのこれは何ですかね？これ。これも引っこ抜くか。これスプリングじゃないかな？これ多分スプリングだと思う。
はい、そうですね。スプリング何持ってって何持ってないのかも分かんない。あ、またこっちは紫と白なんだ。完全にウサギと同じパターンですね。はい、それでは早速引っこ抜いていきましょう。これを引っこ抜かないとさっきの苗受け取れないっぽいです。紫、あ、これは間違いなく新規ですね。いやー、せめて1匹ウサギになんないかな、これ。ちょっと2匹シール、まあいいんだけどね、いいんだけどね。あ、でも待って、これウサギつけてるわ。えぇ、ー、そういうこと。ちょっと待って、この紫ピクミン、まさかのウサギピクミンでしたね。いや、びっくりしたわ。まあ春といえばウサギなのかな、ちょっとわかんないですけどね、僕には。はい、どこでしょう。ウサギです。いや、スプリングはいいんだよ、どうせコンプするから。大事なのはこのウサギエッグの方ですね。これがね、揃うか揃わないかの今戦い合ってます。はい、それではね、持ち駒ラストですよ。いや、思ったよりもウサギ集まんなかったね。やっぱりルーレットそんなに引きが良くなかったんですよ今回、だから集まんなかったなと思います。さあ、あー、ダメか。ちょっと今からイベント走るのも、まあステージ10だから、まあまだ簡単な部類といえば簡単なんだけど、ちょっとしんどいから、ちょっと引き換えていこうかな。ピクミン2匹目3匹目ぐらいか、白ピクミンも持ってます。はい、これは通常の方ですね。そしたら、んー、どうしよう。ウサギエッグを買う前に、まずはスプリングシール、こちらも終わらせてしまいましょうか。もうあとラス1だから、もう揃いますもんね。あと白出ればおしまいだから。はい、スプリングシール引っこ抜きます。チャレンジも途中から入らなくなったもんね、誘いもらったけど。20もあれば出るでしょうみたいなのやっぱあるから。まあでも確率だからね、20個引っこ抜いても揃わないみたいなことはまああると思うけど、まあ大丈夫でしょ、さすがに大丈夫だと思う。はい、紫よく来るね、こっちで。いやー、ウサギの方で来てほしかったけど、まあこれもウサギなのか、一応なんかややこしいですね、ウサギって。よしよし、次も引っこ抜きますよ、どんどん行きます。はい、引っこ抜いていきます。あ、おお、来た、これピクミン上限マックスですね。おお、そっかそっか、ここまで来ちゃったか。じゃあまずちょっとピクミン上限上げていきます。はい、5。うーん、よし、次。やっぱしぶといな。うん、そっか、7種だもんね結局。このその入手先から7種集めるっていうのは確かに難しい可能性。あ、待って、ウサギあるじゃん、これ1個。ウサギありますね。ちょっとラストウサギチャンスできますね、これ。ちょっとラストウサギチャンスやっていこうと思います。さあ、くしくもね、まさかのウサギ苗が残ってたということでいきましょう。あー、来ないっす。あ、でも、スプリングの方で白が来たから、スプリングシールは無事終わりましたね。よかったよかった。いや、こっちも揃わなかった。どうしようと思ったけど。なんか今回白ピクミン率高いっすね。いやー、マジか。はい、これで無事に、コンプ。あ、イチゴなんですね。確かに、春といえばイチゴ。これシールが若干見えないんですけど。はい、埋まりました。よかったー。いや、このね、スプリングシールも、うん、入手するまでになかなか結構ね、その、ハードというか、まあ、キノコ、から手に入れようと思ったら大きな苗で出てくることも結構あるし、まあ大きな苗から出てきたらまあ1万歩歩かないといけないっていうのと、まあ、ウィークリーチャレンジもまあそうそう簡単にね、1日でクリアできる人なんて本当にフレンドをその歩く人で固めた人じゃないと難しいから、まあ確かにこれも集めるの、苗をたくさん確保するっていう意味ではめちゃくちゃ厳しい苗ですよ、ピクミンですよね。はい、ってなわけでね、今回はちょっとね揃わなかったんで、ウサギの方が。だからちょっとどうしよう。まあラス1なんですよね。ラス1だから、このプレミアムパス、価格が999コインだから、うん、これ買うよりもこっちの方がいいですよね。はい、こちらのイースターの色が選べる苗のお題、これを買う方がまあいいですよね。まあ190円ぐらい、200円安いのか、200円ほど安いです。200コイン安いのか、200コインって言ったら現金にしたら300円ぐらいかな、安いです。ただこれおまけ見たら結構おまけも豪華になってきてますよね。6種の逃したリワードを今すぐゲット、このリワードも後から受け取ることができるから。ただこれ、うん、受け取ったとしても使えないんですよね結局、どうしても。
来月のイベントではまた別の花をおそらく使うだろうし、スズランを使うだろうから、まあ使わないですよね。悩ましい。もし僕が持ってないピクミンの所持数が2匹だったら、こっちを買ってました。5匹しか出なかったらこっち買ってました。だから今、でも今回は1匹、ラス1だから、こっちをね、ちょっと買っていこうと思いますよ、皆さん。久しぶりに買うわ、こういうの。はい。買いました。このアイテムを購入するとこんな感じになるんですね。2024インスタイベント特別なお題。赤色系の花を2000本植えようということで、この花を2000本植え終わったら好きなね、苗を1個ゲットすることができます。てなわけでね、今回まあ仮コンプ、まあセミコンプという形になったんですけれども、まあイベントはね、この辺で締めていこうかなと思います。皆さんもね、逃したピクミンがね、いればね、こういったアイテムを購入してみるのもよろしいのではないでしょうか。で、こちらですね。あと、5月の花はスズランということで、色はね、2種類。白と赤だけです。結構少ないよね。で、予想としては、もう一種使う花としては、おそらくカーネーションなんじゃないかなと思われます。で、まあまあ、スズランは2色で、で、下の方に今までにないようなことがちょっと書いてありますね。どこだ？あ、これですね。5月中はショップで毎日もらえる今日の無料パックの中身が今月の花のいずれかになります。必ず季節のエキスが無料パックから手に入ることができるんで、この無料パックもね、受け取ることをね、忘れないでください。これ無料パック何なのって話なんですけど、どこになんだろう？あ、これですね。このショップからあなたへの特別オファーっていうのがあるんで、この無料パックの中身が必ず今月の季節の花のエキスになるということです。今はね、これ花びらなんだけど、まあ、これをね、5月中はね、受け取るのをね、忘れないようにしてくださいということで、今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃ、ありがとうございました。